はい、皆さんこんにちは、あちでございます。88の大公開でやっていきましょう。商売終わったので、はい、うちのラムショー最高であった。どうしましょうか、仲間。あ、いた、バンボラさん。あ、仲間にならなかった。人見てもらいなと。うわ、いいぜいいのかい、こんな私でもいいのかい。あら、嬉しいね。酒場なさいません。あ、もう飲むか、嬉しいね。あ、まじ、ここのみんなにお酒だと。へいへい、金貨9枚頂戴しやす。チームになるんだ、これ1枚じゃなかったぜと。出ていきましょう。1日経ちます。あ、やっぱ音楽違うねヨーロッパと音楽が違うわ。あ、ちなみにここどんな風に、あ、そんな見れないんだ。造船ね、いっぱいだから見れないんですよ、これね。まあまあ、ダメだということですね。では出ていきましょう。補給しましょう。はい、水。水はこちらね、22タル。こっちまで134タルあるんだね。はい、食料。こちら68タル残ってますが、はい、11タルで、はいと。水の消費が思ったよりないですね、豪邸は。もっと減るかなと思ってましたけど、さあ出ていきましょう。はい、56日分。いやー、水晶が手に、あ、そう、水晶の鏡使わないと。忘れてたね、使うのね。おーっと、ごめんなさい。あ、ちょっとごめんなさい、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 ごめんしてください。あー、すみません、ちょっと咳がね、あの、ごめんしてくださいって言った時に咳が出そうになったので、気管に入っちゃったかな。さあ、じゃあ次。まあ今週でアフリカ回れたね、よかったよかった。これが念願だったんですよ。これ回りたいと言ってから2週間ぐらい回れなかったもんね。さあ、あ、そうだ、あとあれだね、あ、そうだそうだ、入れ替えないと、人の情報を見て。情報ね、人物、仲間ね、マルコさん、ビゴー作船長、調整100だね。レベル8です。ニコラウスさん、レベル8です。知力100ですね。あらら、あ、オズワルドさん、この人も100だった。あ、これでも100じゃないのか。オズワルドさん、レベル9です。フランシスコさん、レベル8です。で、ミゲルさん、レベル7まで来ましたね。で、アモルさん。結構いい能力してるよ、これ。レベル7ですね。で、バンプラさん。レベル1です。あ、でも、あ、公開関係。あ、公開レベル2ですね。25、23、17、44、60。あら?29 歳で、これは辛いな。さあ、じゃあね、そうなると、じゃあどうするのと。オスワールドさんが一番レベル上かな。で、マルコさんか、フラン。シスコさん、マルコさん、ニコラウさん、フランシスコさん、今誰外してんだっけ。もう分かんなかったらニコラウ、ニコラウさんであればニコラウさん外そうかなと。で、積み荷じゃなくて指令だね。で、人事、あ、上官か、上官だね、これ私で、そうだね、ミゲルさん、アムルさん、あらちょっと待って、あ、船長決めないといけないのか。あ、マルコさん外してバンボラさんと入れ替えましょうか。これだけでいいのか。で、もうこれでできてんだよね、これでできてんだよね。
情報、あ、いや、じゃなくて指令で人事、船長、あ、そうだね、うん、バンブラさん入ったので、さあ、じゃあこれで上に行きましょうか。ちょっとこの人思ったほど思ったほどの人じゃなかったですね。でもただ、あ、でも成長するのか、これ。私の今いる人らはいい面々になってんね、ほんとね。スーパーまで。あの、私ね、イオンで売ってるバーリアルが好きなんですよね。あれ安いのにいい味してるわ。ちなみにね、関西スーパーとかでもね、あの一缶100円切るビールあるんで、でもやっぱりバーリアルの味にかなうもん今のところ見つかんないですね。イオン、あ、ライフにもねあったんですけど、うん、ライフと関西スーパーのものもあるんですけどね、うん、私の中ではちょっとやっぱりイオンのバーリアルに勝てるもんないなと思うんですけどね。あ、そうだね、あれうまいね。しかもバリエーションまであってね、3種類ありますよ。リッチテイストと、まあ別に宣伝してるわけじゃないですけど、リッチテイストとあと糖質オフっていうのがあるので、まあまあ糖質オフは私飲まないんですけどね、痛風なるよと言われてるんですけどね、プリン体ね。でも私思ってんの、あのプリン体 50% オフとかね書いてますけど、おそらくねもう数ミリグラムとかそんだけ入ってるもの 50% なんで、ほとんど人体には影響ないんじゃないのかなって私は考えてるんですよね。うん、それだったらもう普通のでいいんじゃないのという感じで。なんかね、あの糖質オフのやつ飲むとね、ちょっと味違うんですよね、同じブランドでも。なんかどっちかというとね、ちょっとねジュースっぽい感じがしちゃうので、ビールビールしてないなっていう感じがしちゃうんですよね。そんな感じであんまり糖質オフだから、ドラフトワン、昔ドラフトワンでもね、あれ糖質オフじゃないのかな、グリーンのラベルのものがあったんですよ。ドラフトワンって普通ブルーでしょ、グリーンのラベルのものがあって、それ友人に勧められたのかな、で飲んだら、うん、おや、これ全然味違うじゃない、あれと思うと、でもなんかね、もうグリーンになるともう糖質オフ、あれは淡麗からかな、キリンさんのね淡麗グリーンオフっていうのがね、糖質オフみたいな、グリーンオフじゃないね、グリーンラベルだ。もうね、淡麗も一時飲んだけど、もう発泡酒飲まないね、もっと安いの飲むもん今、第3のビルでしたっけね、え、そっち飲むようになったんで、はもう淡麗もね一時ね、ドラフトワン、あ、ドラフトワンが出てからか飲まなくなった気がします。どここれ、あ、これこんなとこあるのあ、これあれか、後悔、あの紅の海って書こうかな、そうかもわかんないね。あー、なるほどなるほど、もうザナドじゃないんだけどね、食料が300切ったらちょっと焦っちゃうよね。ザナドは食料が20万切ったら最近はちょっと焦っちゃうんですけど、ここは何か街あるでしょう。あ、エジプトのカイロがあるんじゃないの？カイロは違うのかな？なんかあってもいいんだけどね。全然不思議じゃないんだけど。ない？本当かいな。シーゴの食料がなくなりましたので、いや、それはもう全然いいんですよ。ないんだ、ここ。もう今、アラブ近いんだけどね。ああ、でも、あ、でもっていうのはおかしいな。最近私ね、結構解説動画っていうのを見るんですけどね、歴史とか。もう今のね、小中学生って、歴史の授業、動画でやったらいいんじゃない？やっぱり、
まあ、言っちゃこれ悪いんだけどね、歴史の先生とかに重要より面白いから頭に入ってくるもんね。このポンコツになってる頭の中にでも入ってくるもんね。やっぱりその勉強の仕方って、あ、なんかすごいねこれ。全然南に行ってくんない、全然南に行ってくんない。この勉強の仕方っていうのはやっぱり私はね、好きこそものの上手なれっていうのをすごく考えてますので、わー、すごいわ、風が4の潮流が3だから南に下ってくんないのか。これ全部北だもんね、北向きだから。うわー、あ、行った行った、やっと行った。エンジン買わないといけないんでね、売ってないけど、産業革命来るまで待たないといけないか。でも産業革命が来たところでね、うわ、ほんと全然最悪なんだな、ここ。ということは後悔全部これか。てかおかしいよね、潮流が全部北向きだったら水流れていかないんだけどね。これえげつない。もう風に任せられてますね。ひょっとしたら西側行ったら南の潮流変わるかなと思ってるんですけど、全然ダメですね。わあ、食料ばっかり減るのか。あ、これは後悔は来たら後悔しちゃったな。もうダジャレしかないわこれ。あまりにすっことないから。まあそれでも下に南に動けるのはすごいですよね。飛行機の羽の揚力の原理使ってるんでしたっけ。なんかね、本に風をまともに受けて押してもらってると思ったら違うんですよね。なんかそんなこと、あ、いきなり風南向きに変わったね。さあね、あの揚力っていうのは本当すごいですね。空気の圧力っていうかね、密度の違いで力を得るってことを考えた人、頭いいね。この辺に港があるって噂ですぜ、いや、ないじゃないと。まあいいですよと。まあまあちょっとここで補給入れたいですね、そろそろ。見っけた？どこ？来たとか言わないでよ。あ、よかったよかった。目の前よ。よかったよかった。よろよろよろ。寄っちゃう寄っちゃう。もう食料が心もとないね、200だったら。いや、もう後悔の方行っちゃダメだ。後悔は行っちゃダメだ。食料と時間の無駄だ。はい、ここはどこなんでしょうか。はい、北緯25度、東経35度。北緯25度、東経35度。もう北緯になっちゃったの？北緯25度？おう。あ、そうか、地中海の真逆なんだここ。地中海の東側なんだきっと。北緯25度ね。北緯25度の東経35度。東経が35度。さあなんて町なんでしょう。さあ投票しましょう。イスラムっていうあれでもないのか。何でしたっけ、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教は全部同じ神を信仰してるんでしたっけ。ねえ、なんかそんなの聞きましたけど、はい、まずここ見ましょうか。頭を使いちゃくゆっくりなさってくださいましと。はい、港の情報教えてください。お、ポルトガル噛んでるわ。あ、でもやっぱイスラム60入ってますね。じゃあここもちょっと足していきましょうか。何か売ってますか。水晶、あ、そう、また水晶の鏡使うの忘れた。光の5分。お、いや、ちょっと待って、後で、ま、買った後でまたこれ売って、うん、今買いました。彫像も私持ってないもんがあったね今ね。はい、何のようだねと、商品見ましょう。麺10、金ダメ。金安いね。あー、それしか売れない？水晶あったでしょ、でも。
お、水晶いい。水晶いいよね。さあ、水晶更新しましょう。水晶は303。あ、化けましたね。化けてくれました。で、これがちなみにメッカ。メッカですね。もっといいとこ行ったら高く売れそうだけど、まあ、今回ちょっとね、彫像買いたいので、143と。で、お金がもう目いっぱい。ちょっと待ってね、木材。あ、木材も化けてたね、今。あ、木材も売れるわ、ここ。買いましょう。あ、これで買いましょうじゃない。で、戻って、購入しましょう。このね、ヒリの彫像。これ持ってませんよね。はい。で、今度は、あ、用がないなら買いなら、用がないなら買いならって言っちゃった。で、ここで、商品を変えましたか？あ、変えるね。あ、オリーブ油、穀物、麺、オリーブ油？あ、安いね、オリーブオイル。でも、ここに来たんだったら、羊毛18。羊毛18、最安値だ、これ。更新ですね、ロンドンを上回りました。あ、下回りましたか？メッカ。あら。ということはオリーブオイルもそうだね。オリーブオイルも42で買ってたんですけど、今まで大抵ね27。これまたね、あ、メッカが記録更新尽くしですね。これまあ冷凍が安いのもあるのかもしれないですけどね。穀物は10、あ、穀物16高いような気がする。で、麺が50。あ、麺50は高いね。イオンも18ペラコニアス絨毯。あら、まあ絨毯来ましたね。絨毯って漢字で書かなかったんですね。絨毯、あ、絨毯買いましょう。あ、そっか、ペルシャって絨毯とか有名なんでしたっけ。まあ、ここペルシャじゃないとは思うんですけど、メッカですもんね。まあ、メッカとペルシャの距離か分かんないけど、絨毯、うん、これは絨毯を買いましょう。美術品153、めっちゃ安いピザより安い。あら、メッカ記憶尽くしだわ。あ、でもこっち回るの大変だからね、地中海よりも。あ、でも逆に言ったらもうこっちのアジア側で貿易してもいいのかわかんないね、拠点をね。うん、でも帰ってこいって言われたらちょっとめんどくさいけどね。あらら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 、これはすごいメッカ。まあとりあえずやっぱ絨毯でしょうね。ここで買うものは、ここで買うのは絨毯。143と。はい、乗せる場所はなくなりました。あ、ちょっと位置がなったんでね、これはちょっと後にしましょう。というわけでこの辺で終わっておきたいと思います。88大航海時代終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。